お前はそうやって苦しむの、望んでるのか？私は。お前はさっき、苦しんだ方がお似合いって言ったろ。それは旗から聞けば他の奴がそう望んでると思い込んでる。俺にはそう聞こえる。だがな、お前は、お前自身はどうしたいんだ？お前自身は、どう思ってるんだ？私は、私。本当は嫌なんだろ、そうやって苦しむのは。本当は、嫌と叫びたいんじゃないのか？自分がなんでこんな目に遭わないといけないのか？その理不尽さを、ふざけるなって。叫びたいんじゃないのか？うん。いいんだぞ、別に。お前にはその権利あるだろ。お前はただ、利用されただけなんだからよ。おう。そんな胸押さえて倒れるなって、ビビるじゃねえか。いいんですよね。嫌だって叫んでも、聞いてうざいとか、うるさいとか、そんなのなしですよ。バーカ、んなこと言うかよ。いいから、泣き叫んじまえ。周りなんか気にするな。お前はその苦しみを一人で抱える必要はさらさらないんだからよ。体に、力が。ほら、俺に捕まれ。泣き疲れたろ。部屋に戻るか。はい。ほら、おんぶしてやっから。恥ずかしい。じゃあ片足掴んで引きずっていくぞ。痛いからやだ。ありがとうございます。おう。夜更かしせず寝てろな。はい。じゃ、俺も寝てくるから。おやすみなさい。他の奴には聞かせられるもんじゃねえな。にしても軽く1時間泣きまくるとは。ああ、服が涙で濡れてらあ。よっと。さて休みましょうかねえ。って、あれ？冷戦さんじゃないっすか。大変だねえ。彼女が立ち直れるよういろいろ動くってのは。まあ、並大抵のもんじゃないとは鼻からわかってましたからいいですけど。つか彼女ってなんすか？そんなんじゃないっす。いいのかな、そんなこと言って。女の子があんなに弱みをさらけ出すの、本当に心を許した人じゃないとありえないよ。んなこと言われましても。これでまた前に進めたらいいね。進んでくれないといろんな人が困るっすから。君は困らないの。え、まあ、あの状態のあいつはちょっとなーくらいですけど。ふーん、なるほど、なるほどねー。ほっといたらリンちゃんどっかに行っちゃうよ。手元に置いてた方がいいんじゃないかな。手元に置いとくって。ほんじゃ失礼します。なんだったんだあれ。終始ニヤニヤしてたんだけど、ニヤつく要素あったかいな。よいしょっとこら。はあ、ねっむ。寝ましょう寝ましょう。はあ、昨日なんだったんだ。誰か泣いてた気がするけど、またおばあちゃんあたりがわめいてたのかな。ってあれ、あそこで寝てるのって、サクさんじゃん。なんでここで寝てるんだ。あれ、怪我してたっけサクさん。あ、頭からコンクリ水ドン。あったー。目覚ましにコンクリはきちいはきちい。で、朝か。もう朝か。何やってるので。で、あー、誰かと思った。足大丈夫か？まあこの通り浮いてるんで大丈夫ですけど。頭大丈夫です。さらっとバカにしてんじゃねえよ。違いますって。タンコブですって。冗談だよ。まあさほど痛くないか。ぽっくり出てますやん。てかなんでここの屋上で寝ていたので。ああ、昨日見舞いに来たんだが帰るのめんどくなってここで寝た。妙なところでズボラなんですね。ある意味の人生の秘訣だな。人関係ってのは知らないみたいだから、言うのやめととか。あまり言いふらすのもあれだし。タンコブ作ることも秘訣ですか。やかましいわ。あら。吐き出せた、もしかして、師匠に泣きついちゃった。ふーん。師匠に泣きついたか。ま、これでなんとか最低限のラインはクリアしたかな。ってとこだね。まだ微妙な感じはするけど。そらそうでしょ。この後は拒食症の克服が必要なんだし。退院
して日常生活を送れるようになり、また学校に行けたら及第点よ。うん、頑張る。卑屈なこと、言わなくなったね。あれ？ほんとだ。でもまだ不安だから支えてほしいな。頼む相手は渡しちゃうがな。現実のみんなに頼みなさい。わかった。りんちゃん、朝の時間ですよん。具合のほどはいかがですかなぁ。久しぶりに。悪くないです。あら。心なしか顔色よき。なるほど、彼氏に泣きついてよしよしされたからか。なんですかその彼氏って。師匠って言った方がわかりやすいかなぁ。どうかなぁ、どうなのかなぁ。別にそんなんじゃ。はい、体温測りましょうか。はい、38度。手を首に当ててそれはないでしょうに。要因、彼氏にデューされたから。と、ひどくないですかマジで。よし。じゃあ今日の朝ごはん。だけど、今回さ、ハイカロリーの飲み物と一緒にゼリーつけたんだ。りんちゃん、今の状態の腕だとさ。ほら、痩せちゃったじゃんかなり。どのくらいかわかりませんか。はい、多分。それで点滴の跡とか見るとさ、内出血してるのがちょこちょこあるの。だから、なんとか経口摂取で栄養をとってほしいってのが、昨日の話し合いで上がってさ、きついかもだけどチャレンジしてみるのいいかな。やってみます。じゃあ早速だけど、これいいかな。味はこれ。オレンジだね。ふう。じゃあ、どう？今のところ何も。もう少し食べれそう？はい。おはようさん。霊仙さんとリン？見合ってどうしたのあれ？違和感なしです。やったー、やったやった。リンちゃんがゼリー食べれたのかん？おっとっと。夜勤明けでふらついちゃった。リンお前。なんか気配が変わったな。前に少し戻ったか。そうかな。なんだなんだ。あ、りんちゃんの彼氏だ。ほっとけ。さらっと流してらー。でなんすか今度は。りんちゃんがゼリー食べれましたー。おう、そうなんすか。どうや、ゼリーだけど固形物食った感想は。緊張してそれどころじゃ。おいおいしっかりせいや。よし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 、さらに全身、それに顔色も良き、いいねいいね。ハゲちゃうってそんなによしよししたら。あれ、師匠なんか頭こんもりしてません。寝起きにコンクリで頭打ったんじゃ。バカですか。おっとお前生意気加減戻ったか。喧嘩打ってきたなおい、買うぞ。ごめんなさい。おい何ガチで頭下げてんだよ。あ。地味に戻りきってないやつだな。つかさく。もうこの様子だとこっちで寝ていいんじゃねえか。こっち。お布団貸すわよ。布団。いや布団じゃ寝れませんから。いいから今日は俺らの家に来いっての。あいった。そうそう、来なさい来なさい。ご飯も用意するわよ。が、ちょっと待ってサラさんの一撃めちゃんこ痛かったんだけどなんで。そんなに痛かったのか。痛え。そんな痛くしてないけどな。いやマジで痛え、サラさんの力強ない。どうなんだ。知らない。いやちょっと待って、なんでそんな頻繁に叩くのお二人さん。ヒイラギ家伝統超絶悪ふざけパーティー。ぜひとも味わってください。残酷なければまだ大丈夫だったな。もう？ほら手当てしてあげるから。あ、いや、ほっとけば治るんで。サラさんいい加減にしてもらえません。手当てしてもらえって意味です、はい。たく。はぁ、はいこれでいいでしょう。おおおお、喧嘩まえるな、かまえるな。こんだけ叩かれたらさすがに頭にきますよ。タンコブに来るってこと。そっちの意味でも。そうだ。ちょっとだけ散歩してこようかな。そうか、まあ動くのも必要だしな。なんなら談話室あたりまで行って喋る。でいいか。まあ外はいけないし。ああ、
一人じゃあれですけど、ご家族とか同伴なら敷地内に限ってオッケーですよ。お。じゃあ外歩く、ずっと室内だし。うん、そうしようかな。